おごめん大分の高っち親方です。いきなりですが、自分の書いたブログや本を読んでほしいなぁ。私たちが作った商品、ぜひあなたに購入してほしい。こういった自分の思いをですね、相手に伝えて、そしてそのお相手をですね、思い通りに操ってみませんかと聞くと、なんかいきなりなんか、え、なんか怪しいなぁとかなるんでしょうが、今回はですね、あの、読書。 私が読んだ本のご紹介をいたします、ねああね、自分の思い通りにですね相手を動かせるかどうかでそういう本があるんですねその本とはこちらじゃじゃんその本がですね人を操り禁断の文章術ということで、まあ、テレビでも有名なあのメンタリスト大吾さんの本です、まあ、最近ですねここ2三年本当に私本を読まないんですが まあ今回、久々に、まあ、とある方の勧めで、まあ、電子書籍ではございますが、本を読みました。非常にですね、まあ、タイトルからして、かなりこのインパクトがあるですね、タイトル、ね、面白いタイトルゆえに、これ、内容をこう見ていくとですね、またこのね、中身も、面白い内容や、このテクニックがですね、たくさん紹介されています。今回ですね、まあ、 えー、この本本当に面白かったのでですね、えー、皆様にもですねご紹介をいたします、まあ、読書乾燥機ということで、まあ、私自身、まあ、人を操ったりしたいですし、まあ、なんだかんだで人に操られている人間でございますけれども何かこう皆様の参考になれば幸いでございますそれではお付き合いのほどよろしくお願いいたします最初にまずこの本を書かれた著者メンタリスト大悟さんについてご紹介いたします まああのさん、んご存知の方も多いいじゃないでしょうかねテレビや YouTube でも、えー、現在人気をし、ね、博しておりましてあのメンタリストいわゆる人の気持ちですね、えー、の動かし方とか人の気持ちは今どんな感じなんだろうと読み込んだりする方ですね。えー、まあ個人的には TBS 系列のモニタリングでですねこう相手がねどのカードを選んだかをね,こうね巧妙なトークでこういろいろ質問しながら相手の目線や ね、こう言葉の強さなどを見ながらズバリ当てるというのがですね本当にすごい方ですねでこの DAIGO さん、えー、まあ私のですね周りでも人気でございますまあ,あの地元のですね私あの地域ボランティア青年団もやっておりますが、えー、まあ主にですねこの2人がですね、えーまあ、先輩と後輩が DAIGO さんにはまってましてまず1人が、えー、皆様落読ご存知でしょうかですね,本をこうね パッと早くね何倍も早く読んで内容を理解してこう情報処理能力やコミュニケーションを高めていくものなんですけれどもその落読のインストラクターをしているまあ40代の女性先輩がいますけれどもこの方がね大 o さんの著書に結構ねハマってるイメージですねあのま,あまさに読書というところとそして人に教えるねインストラクターですから ある意味人に伝えるとか、人の心を動かして行動させるとかいうところのまあプロの方でもですね、この DAIGO さんのこと。結構 YouTube とか動画でもハマってるっていうふうにおっしゃってましたけどね、本当に面白いとおっしゃってました。で、もう一人後輩になりますが、皆様、ビブリボーバトルご存知でしょうかこちらもですね、今私やってるようなまあ本のですね、プレゼンの大会なんですけれども、 これのまあ私の後輩男子大学生がですね、えー、大学の部でなんと九州のビブリオチャンバトルのチャンピオンになりましてそして全国でも、まあ、ちょっと優勝は残念ながらかなわなかったものの確かベスト4かなんかかなり上位にいった、えー、彼もですね、まあ、そもそもそのビブリオバトルの中で醍醐さんの本をよくプレゼンされてますし今回のこの人を操る禁断の文章術もですねあの紹介されたこともございます このののさんのねあの場合は本当心に響くと自分の人生と向き合うきっかけになって結構具体例があって分かりやすいということでですね彼はおっしゃってましたけれども、まあ、このようにこう本に関わる、まあ、私親方自身もは本当読書にもともと疎い人間ですけれどももともと読書が好きとか読書に関わるまあプロの、ね、お仕事とか分野にいる方でもですねこの DAIGO さん非常に人気だということが分かってですね本当にすごい方。 まさに人の心操るじゃないですけど人の心に響く伝えることが上手な方なんだなというふうな印象を持っておりますまあ私もですねとは言いながら実は過去に一度ですね一冊本を買ってあの読みましたけれども、まあ、残念ながら申し訳ございませんタイトルも失念しましたしまあちょっと今直前で調べたんですけどめぼしいのはちょっと見当たらなかったんですけれども結構やっぱ DAIGO さんの本、まあ、後ほど紹介しますがいろんな意味で読みやすくて。 で面白くて結構まあ言い方あれですけど肩凝らずにスルスル読めたのがですね非常に魅力的だなというふうに当時も感じましたでその面白さの一つにですね実を言うと大悟さんと私って共通点が多いんです、えー、もうまずですね私さっき調べてたとびっくりしたんですが大悟さん同い年なんですね私と。 むしろ私実は DAIGO さんの方が1個下かと思ってたんですがむしろ私の方が1ヶ月ほど早く生まれてますあの帝王切開で生まれたんですけれども同い年でしかもまあ同じ血液型 B 型でそして何と言ってもですねあのディーンの大ファンであるというところこれは私にねもう心操られましたというかくすぐられましたねえー、あの男性バンドですね「あのこのまま君だけを奪い去りたいや」 瞳すそらさないでで一世を風靡したもうバンドですけれどもえ大悟さんまあ同い年ということもありますし実は大悟さんとですねえディーンの皆様もこう共演したことはございましてえ実は先ほど読んだ私著書の中にですねえ100ページぐらい100ページ目ぐらいにですね実はその大悟さんディーンのライブに行った感想とかですねその話題が著書に登場しています。 あそれ見ておすごいな本当にディーン好きな方なんですねというのをあの感じましたなんか簡単に言うとその時は確か、えーまあ、サマーリゾートライブというもので、あのー、こういうコンセプト夏のね えー、リゾート土地はこんなコンセプトなんだってことをライブ中にメモ書きしたということを大 a さん書いてますけどもねあのぜひサマーリゾートライブって何だろうっていうのはですねあの私の過去の動画、えー、ありますので気になった方はぜひですね、えー、ですね過去動画ご覧ください、えーね、早速こうやってからね人のふんどしで私の動画も PR しておりますけれどもまあこれはですねあの 別に今回の本に書いてることではなくて、えーまあ、一般的な話というか当たり前の話なんですけれども、まあ、人ってこう自分ととの共通点があると一気に親近感湧きますよねあの今回で言うとまあ i g さんねディーンファンであるそして、えーまあ、同じ男性で同い,同い年で同じ血液型だということで何かまああの私自身もそうですけれども、えー、とこれから伝えようとしてる相手と何かこう共通点とかね共通の話題があるとかなりこう。 ね、親密になってね話もねしやすくなるそしてなんかこうお願い事はないですけどもねそういうこともしやすくなるのかなというふうに感じていますまあ大悟さんね本当いろいろと SNS でもね、まあ、注目とかお騒がせもねしてますけれども非常にねゆえにこう面白い本も書かれるなというイメージでございます続きまして本の話題ですね「人を操る禁断の文書術」 のまずですね、じゃずなぜ私この本と出会ったのかきっかけはですね、これ YouTuber といいますかまあ人気ブロガーのですね、w e b 食 t v の中,地さん中島さんがですね、あの動画の中でご紹介されていた一冊です。この中島さんですね、えー、もうブログのアフィリエイトで月1000万ぐらいですかね、 稼いだこともあるもうとにかく人気の、まあ、ブロガーですねとか、まあ、YouTube もねあの展開もされてますけれどもこの文章を書くのがうまいまああのどちらかといえばこう人の役に立つとかまあ、極端な話儲かる記事のですね書き方などをですね教えていらっしゃる方でこの中地さんがですねまあ、その動画の中で まあ本当にこう人の心を動かすとかこう人からこう人気が出るまあ文章を書くためにはどうしたらいいかということでおすすめの著書を4つご紹介されましたそのうちの1冊が今回のこのメンタリストダイゴさんの「人を操る禁断度文章術」これはもうぜひ読んでくださいねと中地ねさんがおっしゃってましたね月月間ね何百万と稼ぎねこともある、えー、そのね中地さんがおっしゃるなら ですね、というね、えー、もうそういうふに早速、まあ、これ後ほど出ますしですね中西さんにはこういうのは「権威性」と言いますけれどもね実際に具体的な数字を用いて、ね、こういう方がおっしゃってるなら間違いないとか、えー、先ほどのねあの大悟さんの紹介の中でも、えーね、本当に本に詳しいね「落読のインストラクター」や「ビブリオバトル」のね達人、えー、がおすすめするというと、ね、ついつい、あのー、あなたもこう「おそれならこう面白そう」ってなんか感じませんか こういうことも実は大事だそうでして、まあ、これが相手に分かりやすいとかあの信用性のですね、えー、問題にも問題というか信用性がまた向上するということにもなるそうなんですね。でまあそういうことで早速もうまずその中ですね、えー、と本を買って、まあ、前書きにも書いてるんですがこの本はですね、まあ、ご注意いただきたいのがこの正しい文章の書き方の本ではないということです。 デニーオハーではないですけど正しい日本語の、ね、こう例えばルールだとか書き方というのではなくてどちらかといえばこの技術の方ですねあの相手に伝わるとか相手の心を動かして、まあ、最終的には相手にですね行動をさせるそういう文章の書き方のテクニック本です。あのですのでこう何ていうか辞典とかこうマニュアル書というよりかはこういう方法がありますよというところですね。 例えばあの、セールスとかそうですねあの、例えば私どもが使った、ねね、車、まずは試乗して、ね、乗っていただいていく、そして最後はご購入、ね、買っていただく、ね、そのためにはどういうふうな言葉がいいのかとかです、ねこう、上司と部下が、ね、より良いコミュニケーション、なんか一言,言い、ね、添えるだけでこんなに変わってくるとか、ね、デートするにもどうやってお誘いしたら良いのか、相手に響くのはどういうふうな方法なのか。 まあ、そういう時使えるこう相手のですね。心理、心のね。動き方とか持ち方を利用して、じゃあどういう風なですね、えー、内容とかテクニックを使ったら良いのかというのが、えー、たくさん書かれている本でございます。まあ,あの、本当に面白いだからこそこうですね。あ、こういう方法があるんだとかいうのがこう伝わってきます。まあ、というのもですね。1つはあのま d a i g さんの本よくそうなんですけれども、あの具体例ですね。例えばこういう場面。 というのはですね。必ず出しますね。で、しかもそれぞれでですね。これは良い例ですよ。これは悪い。例、これはまずいですね。っていう例をですね、えー、どちらも紹介していただけるので、本当に分かりやすいですね。こう具体例例えばの場面があることでイメージも湧きやすいですし。しまあ、自分も読みながらその主人公の中に入っていく。 なんか人事として考えるんじゃなくて自分事として、えー、捉えられるというところでもねある意味じゃ大悟さんの心にね動かされてるかもしれませんが本当に分かりやすいんですね、えー、先ほどの例えば、えー、車のねあなたは車のセールスマンですとで,ですね自分が作った、ね、車をですね て、まあね、ていいいいたただだ最後ごご購入いただくという、まあ目,標ですね、目的がございますじゃあそのためにはどうしたらよいのかということで、まあ、今回はその文章のですね、えー、がテーマですので例えばこうダイレクトメール、えー、販売のチラシやですねお手紙を送るとでその時どういうことを盛り込んだ方がいいのか どういうテクニックを使った方がいいのかというのをですね良い例悪い例を使いながらですね、えー、もうね紹介してますまあ詳しくは、ね、本をお読みいただいてですけれども簡単に言うと例えばですね悪い例はこうあれいきたりただ自分の思いだけを伝えてとかなんかどこかこうね使い回しされている文章でなんか気持ちがこもってないってねおえで自分に、ね、のお客さんにとっては別にいいことないじゃないかとかなんかあなんか もうお金儲け丸見えだだなとという,ふうに感じらられたらアウトだとそうではなくて例えばどういう車でですねこれまでこういうことをやってなかった新しい機能をつ、ね、搭載してますとか、ね、何人乗りでとかこうまずは、ね、相手にイメージさせてあそういう車なんですねとでさらにねもう今期間限定ですとかですね、えー、いろいろ条件を出しておこれはちょっと今言っとかないと駄目だなということで、まあ、相手に、まあ、自分の思いをこうまずイメージさせる。でそれがが相手にととって何どういういことがあるのか もしくはもう今買っておかないと損ですよというメッセージを出すとかですね、いうことで相手を動かせますよというまあ具体例が、ね、たくさん出てますので。でですね、あのー、まあ私自身も本当読書苦手ですけど、本当 DAIGO さんの本はどんどん次読み進めていきますし、どんどんやっぱこう頭に入っていくというかです、ね、こう意識が変わっていくとか、プラスアルファの知識になるなというところがまあ多々ございます。 でそれぞれの具体例をね示す中でも、まあ、更にですねこの理論とか根拠まあ、エビデンスですよね順調エビデンスといっても「モーニング娘。」ですけれどもきちんとねあの大悟さんは本当いろんなまあ、大学自体もそして実際にこうメンタリストとして現役で活動されて中でもたくさん実験やですねこう理論とか学まれて、えーまあ、裏付けをしてるわけですね例えばこのこののね。 方法についてはこう例えばアメリカの,この大学でテストしたところね,ね80%の人がですね、えー、がこれに満足いただけたということで、ね、そう言われるとあ聞いてる方も、ね、読んでる方もあこれやっぱ実際に実験してこう、ね、証拠があるんだとかあ説得力あるなと8割方動きも結構これ人多くの人に通じるなと納得させられるところがあるんですよね。い、まあ、いわゆる説得力ありととうここで、でれまたあの余談ですけど、まあ 私、まあ、地元以外のとある遠方のですね青年団の、ねまあ、都道府県レベルの団長さんレベルの方もですねこの大吾さんの本を読んで本当はあのエビデンスですね根拠があるから分かりやすいという、ね、声もね私以外の方にもですねいただいておりますのでこの、まあ、結局こういう、まあ、文章を書く時もですねなんでそういうふうに言い切れるのかとかそこまで自信があるこうどうならんで自信があるのかとかですね いうところで,こう,出とかですねこういう実験とか自分自身の体験を出すことでより信用性が増してあそういうことなのか分かりやすいねとかあそれならちょっとやってみようかなっていう動動くきっかかけにね心が動かされるそういうういいきっかけにになるというふうに私はね感じましたそしてこれまあ最後はですね私のまあ個人的な感覚ですけれどもま私自身この DAIGO さんの本っていうのは本当になぜ読みやすいかって考えた時にですねあの 言葉遣いが丁寧なんですよあのまあこれいろいろ、まあ、本店ありまして基本的にはこう「なんとかだ」とかね「なんとかである」とか「だ」である長が多いんですけれども DAIGO さんの場合は「なんとかです」「なんとかです」「なんとかでございますね」のように「えー、デスマス長で、まあ、柔らかい感じですね。えー、私はこっちののデスマスマ方がこう読みやすすいですし こうなんか言い方悪いですけど上から目線も感じずにでさらにまあきちんとですね大悟さんの場合は「私は」というまあ一人称自分のことを「私」と呼んでというのがえいいですねこれがまた拙者とかですねなると堅苦しいですしあ,のあとこう僕とか俺とかいうのをですね公の場で私使うのはちょっと違和感感じるんですねまあ悪くはないんですけれども。 なんかこう私は何とかですって聞くとこう柔らかな感じがして読みやすいでまあ実を言うとあの先ほどねあの中地さんがおすすめしたという4冊の本があって、まあ、今回そのうち2つ予算の関係で2つ買ったんですが DAIGO、えー、さんの本とも買ったもう1冊の本がですねまあ今読んでる段階なんですけれども。 正直ちょっと難しすぎてしてしかも文章がなんか堅苦しくなんとかだであるとかなんかちょっと正直難しくて今頓挫してるんですけれども、えーね、それに比べて DAIGO さんの本は本当に言葉遣いもよくてこう爽やかにまあ若いってね同じ世代というのもあるんでしょうけども読みやすい方来らずにですね楽しく読めるという特徴がございます。 まあ以上ですね、いろんなあの、まあ、具体例とか根拠とかいうところでですね、こう伝わりやすいのではないかなというふうに感じています。ね、まあ以上が本の特徴でございますえ。ということでまとめに入りますけれども、まあこの本をね、大悟さんの本を読んで、 まあ実際私もですねまあこうプレゼンというところで実はまあ挑戦をしています、まあ、いくつかですね、えー、全部ではないですけれどもほんの一部ですけれども DAIGO、まあ、さんの,の本に書いてたテクニックを使って、えー、ですプレゼンしましたがこの親方自身がですねご覧いただいているあなたの 心を動かかていいるでででしょうかというとところでですねえまあ一つ私自身もですねこ読書をしながらえ実践を行ってますしあの本当にこう試したくなるんですよこれ聞くと本当にそうなのかなと。今回で言うとそのね根拠とかあの権威性を出すというところね具体例出してね具体的にねな数字でですね何位になった方とかがも紹介してるからですねという感じで説得力をまあ増すような方法でね ご紹介いいたたたしましたがいかがでしたでしまががかかででょうかこのです、ね、えっ、ー、と本ですけれども、まあ、私は今回電子書籍でご購,、ね、購入をいたしました、えー、だいたい1500円ぐらいですねまあ私あの楽天コボで購入したんですが1500円ちょっとぐらいで今ちらっとアマゾンで見ると1500円を割っているまあ通常ですと1540円 これ電子なのか、まあそのね、紙媒体なのかは分かりませんが、まあ、そういう、まあ、いわゆる自己啓発本という中ではまあそ,れなり、まあ、それなりのです、ねまあ、相場ぐらいのです、ね、値段で決してそんなに高いというわけではないですからあのぜひ一度です、ね、こう手に取ってです、ねえー、人の心をちかしてみませんか。 あのね、あの帯にも書いてますけれども,もう、えー、これ2015年に出されてもう約6年ぐらい経つ本なんですが、まあ、今でもすんなり読みますし、ね、10万部、ね、売れ以上売れているということでもうすでに10万、ね、人ぐらいの方が読まれている本ですねですので、まあ、それなりのやっぱりこう人気とかやはりこう評価も、ね、高評価もあるということでございます、ね、あなたも乗り遅れないうちに是非、ね、本読んでみませんかこれも今最後のですね あなたもね、乗り遅れませんよとかね、もうこんなに飲んでますよっていうのも、実はこの本に書かれているテクニックでございます。あのー、まあ文、今回は文章がメインでしたけれども、もういろんなですね、あの、まあ、文章の書き方はもちろん、普段のこの、まあ、今、今回のね、プレゼンの具体例では、こう、ビジネスのセールスの場面でしたけれども、これ以外でも使います。まあ、職場の人間関係であるとかね、恋愛の、先ほど言った、こう、相手の心をね。 読み解いて、どういう風にお誘いすればいいのかとかですね。そういうことを日常生活にも結構使えるんだなという風な印象を持っています。まあ、文章をいいんでした。けれども、そこでこう紹介されている具体例というのは基本的な人の心ですね。えー、の心理でさっき言ったようにこう。日本人は特にこう。自分だけ乗り遅れてるっていうか、自分だけが損するってなるとついつい動くとかね。いう風うなこう。 普段のその日常生活、人の動きについても学びますので、いろんな応用ができそうです。本当にこれためになっています。で、まあ私もこれ実際読み始めてまだ1週間足らずでですね、えー、ですけれども、まあ少しずつこのブログの方でもですね、こうダイゴさんのことを意識しつつま書き始めている段階です。まだ正直ですね。えー、これからうまあね、少しずつまた何回も学びながら実践しながら。 ね、ちょっと多分印象が変わってくるかなというふうな気もしますのであのぜひですねあの私のブログあの動画の概要欄の下の方にね書いておりますので、えー、ぜひご登録お願いします合わせて YouTube のこうしたトークやですねプレゼンの動画でもこう少しずつ、えー、ご覧になっている方の心が動かせるように、まあ、私も頑張ってまいりますので。 ね、ぜひチャンネル登録をしていただければその私の変化も見られるかもしれませんしね。というね言いながらお誘いをしているというところもまあね、えー、やらしいところではございますが、まあ、これもテクニックです。ということで今回は、えーね、読書、ね、読んだ本のご紹介、えー、メンタリスト DAIGO さんの,人を操る禁断の文章術のご紹介でした、えー、まず最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。 で今回ですねああこれは本面白そうだなとか親方なんかしゃべりがだいぶ良くなったなとかああ俺伝わったわーっていう方はですねよろしければ、ね、高評価いいねボタンを押していただけるとかななりり励みになります。そしてですね、えー、もしよろしければチャンネル登録もねしていただけると先ほど申し上げたとおり私の成長あの 体重の成長はもういいんですけれどもですね。なんか成長を見届けていただければありがたいですし、まあさまざまなま読書の話題は少ないですけれども、いろんなま学びや体験を、えー、これからもご紹介してまいりますね。あのいろんなまあ この後、まあ、私はサッカーとかあとはアイドルとか本当は幅広いジャンルを扱ってますので、まあ、皆様こういうジャンルもあるんだなとかこのね動画面白そうとかこのねスポーツやっぱ面白いなという風に感じていただければ本当幸いでございます。 えー、というね。まあ、そうやっていろんな方のですね。えー、まあ、ご関心とかまあ、趣味が広がるようなお仕事もしたいですし。まあ、そのためには今回のようにですね。人の気持ちを知って、どのように人を動かしていくのかというまあ、ノウハウを学ばせていただいている状況でございます。どうかチャンネル登録よろしくお願いします。まもなくね。登録者数大台1つの大台1000超します、えー。この機会に塗り遅れるな <laughs> というところでね。 最後の最後までご利用しで申し訳ございません。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。それではまた、ドスコイ